どうも、IS チャンネルです。関東グルメ紀行の第5弾として、栃木県の、いちごの里の、今が旬の、いちごのパフェを、ご紹介したいと思います。いちごといえば、おじさんの常識では、赤いものだと、ずっと思っていました。しかし、栃木県は、白いいちごの、ミルキーベリーを開発し、2019年より試験栽培が始まり、2020年に、一部の農園でデビューした、ニューフェイスです。そんな、白いイチゴの、ミルキーベリーを、ふんだんに使ったパフェが、この、白いイチゴのパフェです。もちろん、赤いイチゴのパフェもあります。イチゴの里の場所は、宇都宮線の小山駅から、約 6.5 キロのところにあります。もちろん、歩くのが大好きな人は、約1時間半の、ほぼ平坦な道を歩けば良いのですが、1日5本、コミュニティバスが走っています。しかし、鉄道マニアの皆さん、諦めてはいけません。なんと、宇都宮駅改札を出てすぐの、駅ビルパセオの、この、いちごの里カフェでも、このパフェが、食べられちゃうんです。ただ、いちごがなくなり次第終了になるので、特に週末は、早めの時間の訪問を、おすすめします。今回は、この2箇所を訪問し、いちごの里では、白いいちごのパフェ、宇都宮駅では、赤いいちごのパフェを、いただきました。まずは、いちごの里から見てみましょう。大きな駐車場に、大きなビニールハウスがあり、バス停があります。バス停の停留所名は、いちごの里です。1日5本なので、利用する際は、時間に余裕を持ちましょう。こちらがマップです。パフェは、マップの緑色の、アンジェフレーゼという、カフェでいただきます。駐車場の近くに、おしゃれな作りの、お手洗いがあります。レトロ調のバスが、いちごカラーにリメイクされています。そして、アンジェフレーゼの建物です。アンジェフレーゼとは、オフランスの言葉で、天使のいちご、という意味です。入り口は、木の扉になっています。入り口の右側のガラスには、いろいろな案内があります。その左側はこんな感じで、営業にまつわる案内が並んでいます。右側は、メニューを視覚に訴えています。白いいちごパフェは、その中でも上の右側で、絶賛アピール中です。入ってすぐ、左側の壁には、手書きのドリンクリストが、イラスト付きであります。そして、黒板には、一押し商品が、描かれています。さらに、その隣のブラックボードには、テイクアウト商品のアピールと、天使のパンケーキのアピールをしています。そして、入り口には、両開きのメニューがあり、がっつりと食べたい人向けのメニューのページが、開かれています。レジ周りは、こんな感じです。一押しは、赤白の、いちごパフェと、天使のパンケーキですね。地元のタウン誌と、旅行新聞新社の賞を、受賞しています。レイケースには、いちごのオブジェと、ケーキが並んでいます。レジ側から見た店内です。天井が高く、白熱球が並びます。案内された席に着座し、撮影しました。正面が、オープンキッチンになっています。店内を見渡すと、ざっとこんな感じです。テーブルには、オリジナルの、いちご風味のメープルシロップがあります。ドリンクセットの、アイスティーが来ました。そして、いよいよ、白いいちごパフェが運ばれてきました。アイスティーのセットなので、並べてみました。ガムシロップが、ついています。上から下まで、真っ白なパフェです。上の部分を、アップで見てみましょう。上の部分をアップのまま、回転しましょう。いちごの断面も、真っ白です。少し食べると、生クリームの下から、
バニラのアイスクリームが出てきました。半分食べた様子です。バニラアイスががっちりと入っていて、その下にコーンフレークの層があります。コーンフレークの層の下には練乳の層です。練乳だけが残り、口の中が練乳地獄となりました。なんとか練乳地獄をクリアしました。ごちそうさまでした。お会計は白いちごパフェが1760円で、アイスティーのセットにして1980円になります。撮影後に食べた宇都宮みんみんで焼き餃子4人前と水餃子2人前の合計が1782円でした。いかにこのパフェが贅沢かがお分かりいただけたことでしょう。次に宇都宮駅の駅ビルの2階にあるいちごの里カフェに行ってみましょう。宇都宮駅の西口です。西口側にいちごの里カフェがあります。何の石像かと思いきや餃子像でした。この餃子像は餃子の皮に包まれたヴィーナスをモチーフに大谷石でできているそうです。そして駅前にはいかにも昭和感たっぷりの喫茶店が堂々営業中です。メニューのショーケースも昭和にタイムスリップした感じです。そして西口のこの在来線の改札口を通れば左前方に駅ビルのパセオがあります。パセオの正面です。中に入ってみましょう。左側に元キオスクのコンビニのニューデイズがあります。駅ビルの中に入ると雰囲気が変わりますね。左側にみずほ銀行の ATM があります。右側にはお菓子を販売するいちごの里があります。左側には栃木県のお土産を販売するとちびよりがあります。このとちびよりが終わった角を左折するといちごの里カフェがあります。いちごの里カフェの正面です。やはり一押しは赤いいちごのパフェの天使のいちごパフェとクリームが山盛りの天使のパンケーキです。レジ下の冷ケースには美味しそうないちごがメインのケーキ類が並んでいます。店内に入ってみましょう。あら、店員さんがいません。というわけではなく、右側のカメラの映らない場所にいます。店員さんからはアルコール消毒をしてお好きな席へどうぞとの案内がありました。奥まで見ても誰もいないので、ゆったりとしたソファーのある席に決めちゃいました。そしてソファーに着座しました。こちらがそのソファーです。店内を見渡してみましょう。ソファーがある方の店内も見てみましょう。テーブルにはオリジナルのいちご風味のメープルシロップと砂糖とミルクがあります。アイスティーのセットを頼んだのでアイスティーが先に来ました。そして赤いいちごのパフェの天使のいちごパフェが運ばれてきました。この天使のいちごパフェとアイスティーを並べてみましょう。天使のいちごパフェを真上から見てみましょう。そしてぐるりと一周してみましょう。上の部分をアップして一周してみましょう。上から下まで見てみましょう。ちょうど半分くらい食べたところです。断面はこんな感じで、ウェハースの下に生クリームがあり、その下はバニラアイスになっています。そしてバニラアイスの下にはいちごのアイスになっています。よく見るといちごのアイスの下にもいちごの果肉があります。ちょっと見にくいかもしれませんが、こんな感じです。そしていちごのアイスを食べたところです。いちごの実がいちごアイスの下から出てきました。そしてこのいちごを食べるとコーンフレークの層が現れます。コーンフレークの下には
いちごソースがあるので、絡めていただきましょう。そして、全部いただきました。ごちそうさまでした。ご視聴いただきありがとうございました。よろしければ、チャンネル登録をお願いします。